体格の小さいタイ人の最激戦区スーパーフェザー。ここはかねてよりあまねくムエタイのスター選手がしのぎを削り、そのレベルの高さから他の国の選手の侵入は一度も許していない。その最激戦区に真っ向を切り込んだ日本代表。初めて自分で秋葉原のジムに行った時のことも覚えてますし、すごい自信があったんですよ、やる前って。俺が絶対一番だって思ってましたし、で初めてそうタイ人とスパーリングやってみて、攻撃がまるで当たらないっていう、それがでも楽しかったんですよね。こんなにすごい奴らがいっぱいいるんだって。その中でじゃあ何百年も歴史がある中で誰一人としてできてないんで、それをじゃあ自分が取ったら、やっぱり自分のことを認められるんじゃないかなって、本当にじゃあ自分が世界で一番だって胸張って言えんじゃないかなって。WPMF 世界スーパーフェザー級王者、梅野源氏。ムエタイのトップファイターを次々と葬り去り、本場にその名は轟くようになった。この男なら成し遂げるかもしれない。想像もできなかった日本人がこの階級で最強の称号を手にするロマン。今までどんな辛い思いしていてっていう過程も結果を残した後で語りたいですよね。期待を背負う梅野源氏が頂に挑む。最激戦区において数々のスター選手の頂点に君臨する最強の称号を持つ男。17歳でムエタイの頂点を極めた天才、ルンピニースタジアム認定スーパーフェザー級王者、ヘッドモラコット王サンプラパイ。17歳でムエタイ二大殿堂のタイトルを獲得し、体格の成長とともに階級をアップ。その後もベルトを獲得し続けるタイトルコレクター。最激戦区スーパーフェザーにおいてもスター選手を次々と撃破し、最高峰ルンピニーの頂点に君臨する。紛れもなく立ち技最強の称号を持つ男が日本代表の挑戦を受けて立つ。そういう選手とタイトルマッチをできるっていうのは、これに勝ったらもう確実に自分のことも認められるし、絶対一番になって言い切れるんで、もう最高の相手なんじゃないかな。僕一人だったらすごい不安になってると思うんですよ。やっぱ支えてくれたみんながいて、でここまで来れたんで、その僕のことを支えてくれてるみんなのこう思いが詰まってると思うんで、そういうのをヘッドモラコットに全部ぶつけられたらいいなっていう、はい。ムエタイの歴史、己の夢、すべてをアップデートし始まる新たな歴史。先陣は日本代表梅野源氏が切り裂く。自分の力が 100% 出せれば、もう 100% 本当に絶対勝てるとは思いますね。